はい、こんばんは。第三国志やっていきます。どうもハルポンです。はい、ね、今日やっとね、ちょっと土地語取れました。はい、塀一つだけ立てて、まあレベル白レベルをね7にして塀を一つ立てて、レベル15ぐらいで行きましたかね。はい、それでシュシュンとかの部隊をまあ避けて戦って、まあやっとね手に入れました。はい、っていうまあ緊急報告みたいな昨日もその動画出したんで、まあそういうのは置いといて、今日はね、まあサムネにもあるように孫策について、おすすめの部隊編成などを喋っていきたいと思います。はい、ではですね、孫策はまあ、武将連携がね、2つありますね。2強、小強、孫策、周瑜、大強、大強、小強。で、知力がアップと。で、これ、周富士っていうのかな。孫策、孫権ですね。親子で、能力組む。攻撃が上がります。俺の五系兵とかでもいいかと思うんですけど。はい、で能力は覇王徒攻っていうのかな。毎ターン 40% の確率で有効距離5以内の敵軍団体に猛烈な攻撃を3回行うと。3回、 40% の確率なんで、まあ、だからまあ1ターンに1回はやるかな。どうなんだろうね。ああ毎ターン 40% だから、まあ、10回あれば、10回あれば4回か。まあまあ3回行うと、確率的にはね。で、ダメージ率がこれ上昇します、上昇。はい。ダメージ率上昇ですね。で、まあ孫策は手動戦法発動できないので、手動戦法を組んでもね無理だと。で、この物理系攻撃のダメージを与えるたびに戦法の発動確率が 3% 上昇なんで、だから戦闘中に上昇していくんで、5回スタックなんで15、最大 55% になるという形ですね。はい、まあそういう孫策なんですけど、まあ、早速ね、おすすめの部隊編成とかを紹介していきたいと思います。のりさんのね、第三国志の部隊編成アプリがまた使えるようになってたので、そちらでちょっと説明していきたいと思います。では画面変わります。はい、まず一つ目はですね、五系兵ですね。五系兵、本営が孫権、で中衛が陸公、前衛が孫策という形ですね。で、本営が、まあ、孫権で、疾風陣雷と軽兵の極み入れています。これで、孫権のね、指導戦法発動することによって、まあ、ダメ、火ダメを抑えようという形ですね。指導戦法の発動率を上げて火ダメを抑える。そして疾風陣雷で常に先行を獲得できますので、まあ、味方全体の能力バフを解除すると同時に回避もつけていくという形でございます。で、まあちょっとした恩恵として、疾風陣雷で通常攻撃を与えたら、まあ、全員にしか当たらないんですけど、全員がね混乱するという形です。で、陸公はもうサポートですね。指揮戦法は物理系攻撃高い人と知略高い人が策略系攻撃と物理系攻撃を行ってくれるので、まあ孫策とかでダメージを与えていくと。で、水冷で少々ダメージを与えて、投炎決議でもしっかりサポートしていくっていう形ですね。で、前衛の孫策でもうバチバチねダメージを与えていくっていう感じで、孫策は兵種とかは反撃ついてるやつでいいと思う。ちょっとパッて出てこないんですけど、
で湯煎悠々と温酒残照で、湯煎悠々で攻撃ダメージ力上げてね、しっかり相手に、ダメージを与えていくっていう形になります。はい、っていう感じですかね。はい、では次行きたいと思います。次はやっぱこの舞台ですね。あの長期を入れた舞台、これ前シーズン俺は孫作のところが万禄っていう形でやったんですけど、それめちゃめちゃ強かったんで、ちょっとあの動画、過去の動画にも上げてると思うんで、ぜひ見てみてください。でこれもまあその動画で上げてるようにコンセプトは一緒で、本営の宝徳は式戦法であの毎ターンね、自軍騎兵と歩兵の複数が与える物理系攻撃ダメージが増加するんで、これはもう孫策とあの宝徳にしっかりかかると。で4ターン目から分兵効果獲得ですね。でコースト不備で相手の物理系攻撃の受けるダメージを上げると。であと追撃戦法入れてます。で孫策に関しては自身のね、覇王と皇と湯煎悠々、今受動戦法なんでね、あのあれとは被りません。この宝徳の式戦法とは被りませんっていう感じですね。はい、で会心出しつけて相手に追撃戦法でダメージを与えていくと。で長期に関しては、まあ、式戦法で痛みを抑えながら回復もして3ターンね。で留守であの自分の防御力を上げて、騎兵がね距離3以内の敵軍に立たない物理系攻撃を行えるようにするという感じです。で給水モーダで4ターン目からね垂直攻撃2回行えるようにすると、まあ、これはあの自軍複数2体なんで、あの、まあ、誰にかかるか分かんないですけど、孫策とか宝徳にねしっかりかかってくれたらめちゃめちゃいい戦歴叩き出せるんじゃないかっていう。はい、でこの舞台に関してはあの4ターン目から力を発揮できるんで、3ターン目 の, あの大環球とか5連とかに対して最初の3ターンの抑えに来る舞台に対して結構有効なんだよね。はい、まあ実際は宝徳中衛で本営をあの馬長とかに、馬長パイセンとかにしたらねめちゃめちゃ強いんですけど、はいってな感じです。じゃあ続きましてドン、これですね。これはちょっともうとりあえず3ターンの間にめちゃめちゃ殴ろうみたいな舞台です。はい、もう見たら分かるように砲屋にバウンロク入れて、バウンロク通常攻撃2回行うんで、もう遠攻秘策であの攻撃距離上げて、なおかつあのね味方の攻撃距離も3ターンの間上げようという感じですね。はい、で出撃阻護でもう通常攻撃当たれば、これもねめちゃめちゃ強い追撃戦法です。通常攻撃後物理系攻撃2回行えると。だから万禄の攻撃が通常攻撃2回が当たって、それにさらに出撃阻護もしっかり当たればめちゃめちゃダメージ与えれるという感じです。で宗純に関しては、自身の式戦法で自軍複数が物理系攻撃を与えるダメージを増加させつつ、高速不備で相手が受ける物理系攻撃ダメージを上げて、徴兵法陣で、分兵効果にもなるっていうですね。これこの分兵効果になるのがあの遠攻秘策とね絡むと結構俺は個人的に強いと思ってて、遠攻秘策で攻撃距離伸ばすんで、しっかり中衛とかにもあのバウンロクとか、そうあの誰だ宗純のね、宗純じゃないらしいですね、宗遁だっけ、まあそいつの
攻撃が相手の中衛にしっかり当たっていくという感じですね。そこで分配効果発揮してもらえればもうバッチです、はい、で前衛の孫策に関してはもう覇王と攻でしっかりダメージを与えつつ反撃の策も入れて、でついでに追撃戦法でかなりダメージを与えるという感じです。ただこれ5連とかそうさっき言った大環球とかで通常攻撃抑えられるともうアウトな気がしますね。はい、ボッコボコにやられる気がします。あとね、あの妖術とか妖術持ちとかに当たって2ターン目とかに妖術当てられるとまずい気がします。はい、もうこれはあのハマったらめちゃめちゃ強いんじゃないかっていう勝手に思ってるやつです。ちょっとやってみようかなって思うんですけどね。はい、ってな感じです。はい、っていう感じで、まあ、3部隊ほどね紹介しました。あの2強とかはちょっと2強もねおすすめなんですけど、それはねまた他の過去の動画で、ね、あの前シーズン2強使っててね結構強かったんで、それちょっと見てみてください。はい、じゃあ今日はちょっと孫策に関してだったんですけど、どうでしたかね。はい、参考になったら良かったです。はい、では終わりたいと思います。バイバーイ。